デッドボールを与えてワンアウトランナー一塁二塁、反撃のツーベースヒットを放った中村の今日の先ほどの第2打席。島村さん、はい、どうぞ。その中村選手ですけれども、最初の打席2アウト2塁のチャンスがありましたよね、はい、まあそこを潰してしまったので、ここはなんとかしようと、そんな思いでバッターボックスに入ったようです、はい、まあ、相手の4番も打ってことですね、中村選手1本出てほっとした表情でした。中田アナウンサーのリポート。反撃のタイムリーで今シーズンの26打点目をマークしました。このケースもワンアウト一塁二塁。もう高崎も思ったところに投げれてませんから ね、そうですね、はい、だからここは中村の一発出そうな降参強いですね。今度が100球目です。甘く入ってくるといいんじゃないんでしょうかね。甘めに来た。その通り打球は伸びていく。入った。中村の一発が出ました。第7号のスリーランホームラン。高崎打たれました。中村の一発が出ました。第7号のスリーランホームラン。6対2。井原さんのおっしゃる通りでした。いえいえ、もうね、やはり長年見てますと、はい、そういう、もうところに来てるんですよ、だからその前にですね、この回5回栗山にヒット打たれた、はい、それから中島ですね、いやもう買い時だと。そこでね、はいはい、そこがね、なかなかまだね、中畑監督にしてもそのピッチングコーチにしてもね、はい、見えないところなんですよね。4番が打ちました。しかしゲームの方は逆転しました。埼玉西武ライオンズ6対2。5番が秋山、まあ、しっかり右足に溜めてというところでしょうね、はい、これは先ほどの中村の見事な一発スリーランホームラン第7号。島村さん、はい、その第7号なんですけども、打ったのはスライダーだそうです、はい、で上本さんが打ったので、はい、僕も続きましたと、はい、確かにベンチ帰ってきて中村選手、上本選手と目を合わせてアベックアベックって言ってたんですよね、上本さんとアベックホームランとても嬉しいですと話してました。